こんにちは、堀秀夫です。今日はアマゾン物販の魅力ということでね、お話ししていきます。まあ、オーストラリアアマゾン、まあ、非常に大きな市場になるんでね、今のうちから参入しとけば、本業以上に稼げるようになるというチャンスがやってきました。日本人なら稼ぐ力を身につける必要があると。まあ、稼ぐ力を身につけないと大変な老後が待っています。年金はもらえない。預金はインフレで役に立たない。会社にはリストラされるかもしれないと。まあ、不安だらけ。そして今、なぜこんなことになっちゃったのか。まあ、景気が悪いということなんですけど、まあ、なかなかね、具体的な数字で見ると、その景気の悪さっていうのはひどいもんです。これね、高卒国家公務員の初任給の推移。ね、昭和30年。高卒初任給5900円だったと。で、その後30年経って、昭和60年には、9万5500円、30年間で16倍になりました。ところが、その後の30年後、平成27年、14万4600円、ね、30年で 1.5 倍にしか増えてないと。成長スピードが10分の1以下に、落ちたわけですね。まあ、凄まじい成長の鈍化と。日本が貧しい国に転落したのも頷けます。いや、そうは言ってもね、今は、そうでもないんでしょうというふうに思いたいとこなんですけど、まだまだ、ひどい状態は続いてます。まあ、これね、主な国の最低賃金というのが表になってるの、ありまして、まあ、日本がね、先進国でほぼ最低だねと。で、韓国もひょっとしたらね、サービス残業ってのは韓国の方が日本よりないんで、まあ韓国の方がね、高いかもしれないというような動画を作ったらね、まあ、コメント欄に、まあ、随分ね、古い資料使ってますねと。今年、韓国の最低賃金は全国一律830円ですと。日本抜いてますね。で、日本は今年の最低賃金、ね、青森、岩手、秋田、それから沖縄も、762円です。ね。ということは、もう、韓国に抜かれて、先進国中最低時給の国、日本ということになってます。そして、なんで、ね、どうしてそんなことになったのか。なんと、先進国の中、G7 の中で、日本だけ賃下げ、ね、他の国は、多少なりとも、ね、上がってます、ね。財政破綻してると言われてるイタリアだって上がってます。しかし日本は下がってると。もちろん、ね、この G7 っていうのはね、アジアの景気のいい国、あるいはね、中国入ってませんので、それを入れたらね、もう全然、賃金の上昇率はもっと高いです。まあ、そんな状態、ね、世界の中で日本だけ賃下げ、まあ、そんな状態の日本でね、いくら頑張っても、今をしのいでも、未来になればどんどん苦しくなると。最低賃金とかとはね、比較にならないお金もらってるからといってもね、やっぱり貧しい人が多くなれば、それだけ治安も悪くなるし、暮らしにくくなります。やっぱり、稼ぐ必要があると。そこでおすすめが輸出ビジネス。日本が大変なことになるなら、海外で商売をするのが解決策です。海外には景気のいい国がいくつもあります。しかし、海外に店舗を持つとなると、数千万円から億を超えるお金が必要です。Amazon の仕組みは利益が出しやすい。Amazon を使えば輸出ビジネスは簡単、資金いらずです。輸出ビジネス、海外に店舗を出したりね、コンテナ店や船を契約しなくても Amazon を使うだけで輸出ビジネスが始められます。しかも、ね、商品はその辺に普通に売ってるものを送るだけで儲かります。なぜ儲かるか。Amazon ならではの儲かりやすい仕組みがあります。例えば、ベイブレード1328円で仕入れて、3倍の、3776円で売れました。で、これ計算してみるとね、単純な差額が2448円で、Amazon で売った場合利益が出てるんですけど、ところが、これ、例えば、今まで、輸出というとね、メジャーだった eBay なんかで売ると、この差額2448円あるんですけど、送料を足して eBay の出品料や、ね、手数料を引くともうすでに赤字になってしまうと。ところが Amazon の場合は、
まとめて商品を送っとけば、Amazon が個別にね、発送してくれるという仕組みがあるんで、一度に、例えば30個送れる。30個送った場合には、1個あたりの送料が220円に下がりますんで、出品料や、ね、販売手数料を引いても、なおかつ利益が出る。かたや、ね、2148円の差額が出ても、eBay だと赤字。Amazon だと1520円の利益が出ます。まあね、随分違いますよね。eBay を使うと、梱包と発送は自分でやる必要がある。しかし儲からない。大変なのに儲かれません。Amazon を使うと、梱包や発送は Amazon がやってくれる。そして儲けやすい。楽して儲けることができるわけです。世界最強のネットショップ Amazon。アメリカにおける Amazon の存在感の大きさ。Amazon はアメリカで支配的存在です。消費者の 49% がオンラインで商品を買うときに最初に Amazon 内で検索します。Google 利用するのは 36%。しかも Google 検索結果1ページ目に Amazon のサイトが出てきます。Amazon はアメリカの書籍販売の 46%、45%、アメリカの電子書籍販売の 83%、オーディオブックの売上の 99% をシェアしています。そんな Amazon の目的はリアル店舗の殲滅。トイザラスの倒産は Amazon がきっかけを作り、とどめを刺したと言っていいでしょう。今まで Amazon が覆してきた常識、そしてインターネットの可能性。まず、本はインターネットでは売れないと、ね、言われてました。ただ Amazon が今ね、世界最大の時価総額になっている通り、本はインターネットで売りやすい商品だったと。それから、不動産はインターネットでは売れないと言われてました。ところが、今や不動産情報を探すのはインターネットで集めるのが当たり前と。またアパレルはネットでは売れないと言われてました。しかし、ZOZO タウンの時価総額は1兆円。Amazon の創業者の、ZOZO タウンの創業者の前澤さんの資産は約3000億円です。このように、インターネットには非常に大きな可能性があります。そして、Amazon 輸出。Amazon 輸出であなたが何をやるか。何しろ大変なことは全部 Amazon がやってくれます。ネットショップを作る必要はありません。ね、ネットショップはAmazon を使いますので、ただ商品出すだけ作る必要はありません。集客も不要です。Amazon にね、大量にお客さん集まってます。何しろね、検索エンジン使わず Amazon に来てるという人がいるわけですから、たくさんのお客さんがいます。ですので、集客もする必要はありません。また、売り込みも不要です。ね、見に来た人に Amazon がね、機械を見計らって、これ構わねえのかという通知が送られてくるのはね、皆さんご存知の通りです。それを Amazon がやってくれます。また入金確認も不要です。売れたら、集金が終わった段階で Amazon が発送してくれると。入金確認も不要。それから、通販で一番めんどくさい梱包も不要です。梱包する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。で発送も不要。発送も全部 Amazon がやってくれます。それからね、クレーム処理も不要です。到着遅いで、なんだかんだね、そういうのも全部 Amazon が処理してくれます。また、返品、返品受付、もうそれも全部 Amazon がやってくれます。あなたがやることは、買い物した商品を Amazon に送るだけ。そんな楽な Amazon、Amazon 輸出でいくら稼げるのか。テンバーアカデミーでサポートを受けると Amazon 輸出でいくら稼げるのか。初心者が物販をするなら、オーストラリアアマゾン室が一押しなわけ。あぶく銭を持ったオーストラリア人に安く買った商品を高く売れば儲かる。シンプルで結果が出るのが早いのがアマゾン室の特徴です。こちらは、テンバーアカデミーのサポート会員の、アメリカアマゾンの売り上げです。30日間で34,454ドル、年商4,600万円。22,157ドル、年商2,950万円。14,167ドル、年商1,890万円。15,539ドル、年商1,400万円。6,828ドル、年商900万円と。もう副業で始めても本業をしのぐ収入を得られます。そんなAmazon輸出。
アマゾン輸出は早く始めた方が楽に稼げる仕組みです。稼ぎやすい時期に始めて、一度商品探しのコツを覚えて販売実績を積むと。こうすると後から参入した出品者より高く販売しても売れるアカウントになります。いつ始めても同じというわけじゃないですね。早めに始めた方が Amazon 輸出では圧倒的に有利です。ましてや初心者の方は、ベテランがひしめいてる中、初心者が後から参入しても稼げるわけない、ベテランが参入してないうちに、参入者が少ない今のうちが、Amazon 輸出を始めるチャンスです。わずか数十万円の投資と実践でここまで育つビジネスは他にありません。右から左に商品を動かすだけで月商5000万円、中国のアリババで購入した商品を Amazon で販売するだけで月商5000万円、人も使わず商品を選んで中国からアメリカに動かすだけ、始めて1年と経たずに月商5000万円、こんなちょろい儲け方があるとは笑えると。これは先日オーストラリアのインターネットビジネスをやる人たちのミーティングで聞いた言葉です。確かにアマゾンは売れる商品を見つけるだけで稼ぐことが可能。アメリカアマゾンはライバルも増えているが、月商5000万円がすぐ達成可能なほどに購入利用者も増えています。月商5000万円という数字を目標にする人は少ないでしょうが、参考になることがあります。アマゾンを利用している人たちのうち10万人以上が年間1200万円以上売り上げていると。月間100万円以上売り上げている。それが10万人もいると。これはすごい数字です。なぜそれだけ成果が出せるか。これはユダヤ商法の原理原則。商売の神様ユダヤ商法の原理原則に則ったことをアマゾンで非常に実践しやすいと。これどういうことかというと、財布の紐が緩いところを狙って、利益率の高い商品を販売して儲けると。自分で苦労して必死に稼いだお金を無駄遣いする人はいない。日本の場合自分で苦労してみんな必死に稼いでますんで、財布の紐はガッチガチです。じゃあ財布の紐が緩くなるのはどんな財布か。こんなお金が入っている財布です。一つ、苦労もせず適当に働いて入ってきたお金。二つ、自分でなく他人、例えば専業主婦でご主人夫が稼いだお金とか。3つ、不動産投資や株式投資などの不労所得と。オーストラリアの場合は共働きが多いんで、2番にはあんま該当しないんですけど、1番と3番オーストラリアがもう必死で働いてるというのを見たことある人いたら教えてください。多分すごい珍しいパターンです。だいたい仕事ぶりは適当、適当としか見えないですね。日本で働いてきた私には。そして、27年間好景気続きなんで、持ってる不動産は勝手に値上がるわ。それから、年金で買ってる株式はじゃんじゃん上がるわで、オーストラリアには、この1と3に該当する緩い財布がたくさんあります。そして、株と不動産の、主に不動産ですね、の値上がりにより、オーストラリア人は世界一豊かな国になりました。オーストラリア人がスイス人を抜いて一番の金持ちと。何しろオーストラリアは日本とは正反対の成長国です。先進国の中で一番人口が増えています。過去27年間不景気知らずです。そしてオーストラリア市場にはライバルがいない。弱い相手しかいない場所で戦うのが戦いに勝つ最も有効な方法と。しかもオーストラリアの市場、日本人は人口も少ないし馴染みがないし、なんかちっちゃな市場じゃないかと思ってる方多いんですけど、はっきり言って、人口は日本の4分の1がですけど、おそらく購買力は日本より大きいです。なんと、ボクシングで1日の売り上げが25億ドル、そしてその後10日間のセール期間の売り上げが180億ドルと、この億ドルって分かんないと思うんですけど、いくらかというとですね、1日の売り上げが約2000億円、そしてホリデーシーズン中の売り上げが約1兆5000億円です。
さらに3年後のオーストラリアアマゾンの売上予測を経済研究所が発表しています。オーストラリアアマゾンはオーストラリア国内で6位の小売業になるだろうと。その時の売上高は7兆8000億円です。これは日本アマゾンの7倍以上の規模です。そんなわけでユダヤ商法でいう狙うべきターゲットがたくさんいるオーストラリアアマゾン室は稼げます。しかもマイペースで一人で稼げます。日本に住んでいるならアマゾン室で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪です。しかし仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたにとってオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンス到来です。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。今これね、ブログの記事じゃなくて動画で見てる方は、下の説明欄に URL が貼ってありますんで、そちらをクリックしてください。またはこちらに出てくるね、募集というね、動画をクリックして、どんな商品がオーストラリアで高く売れているのか、オーストラリアアマゾンで儲けるためのサポート、どんなメニューでいくら払うのか、そのご紹介をしてます。こちらの動画か下の説明欄をクリックしてください。以上、堀秀夫でした。